広小路通り広小路通りは名古屋市内にある大通りの一つで中村区名駅南の笹島交差点から畜作東山通りの名古屋市営地下鉄東山線の東山公園駅まで市内を東西に横断する道路であり名古屋を代表するメインストリートであるなお一部区間で格王山通りや末森通りと呼ばれることがあるその先は東山通と呼ばれ 東名高速道路名古屋インターチェンジなどを経て、長久手市との境界に至る。畜作、池下までは名古屋市道近通が北側に並行している。西木通りとの並行区間には地下鉄の駅出入り口があるが、この道路の元を地下鉄は通っていない。名古屋のメインストリート広小路通りは、もともと清過ごしの際に5番割南端に付設され、当初は堀り切り筋と呼ばれていた。 また、当時は、東西で、久谷町長者長官しかなかった。現在では、名古屋市中心部と名古屋市の東の玄関口である、東名高速道路の名古屋インターチェンジを、そしてさらに東のグリーンロードを経由して、日清市北部や瀬戸市南部、豊田市北部方面などをつなぐ東西の大動脈として機能する目抜き通りとなっている。その後、1660年正月、 名古屋城下の半分を焼き尽くした万事の大火が起き、これを機に道幅が3軒から約15軒に広げられた。これにより広小路と呼ばれるようになった。この際に広小路の中央部を掘って堀川とつなぐ運河の計画が立てられたが、実行には移されなかった。日清市の某所にある名東区の司会院の広告。 東山2と呼ばれる区間を広小路通りと呼んでいる。例。広小路通りは場所によって様々な呼び名がある。東山2から県道名古屋長久手線に変わる場所は、市民の間で一定せず、星ヶ丘駅周辺、上足代駅、または本郷駅周辺、長久手市内などまちまちである。また、蒸気を使わず、全体を広小路通を呼び、東山2と呼ぶことも多い。 また、東山通の故障を使わずに、広港寺通、グリーンロードと呼ぶ事例も主に、名東区や長久手市で見られる。ごく稀に、名古屋市中心部長久手市を東西に貫く、大通りの総称として、長久手市の入りがけ交差点より、東の愛知県道6号、力石名古屋線も含めて、広港寺通と呼ぶことがある。別称としては、名東区東部や長久手市付近では主に、 豊田市、アス方面に向かう、東向き車線を、グリーンロードと呼称する住民もいる。名古屋インターより東を、グリーンロードと呼んでいる例堀川に架かる苗橋、中村区名駅4丁目広小路通りのネギ、坊主広小路通にあった、日清戦争戦没軍事二例のための記念塔。砲弾を模した塔と戦利品の重砲による、昨毎年10月末前後引く翌年1月中旬。 前後に行われる広小路通りのイルミネーション明治、時代、日露戦争戦勝記念として、現在の広小路本町交差点付近に広小路、外線門が建設された。名古屋祭りの郷土英傑行列及び、中日ドラゴンズの優勝パレードは、名駅前の笹島交差点から、境の広小路久や東交差点までの区間を、通行する。1989年開催の、 世界デザイン博覧会を契機に、伝染類地中化がなされた。大正から昭和初期にかけて、広小路通りのナヤ橋付近を散策することを、銀ブラになぞらえて、コーブラと称していたが、高度経済成長期に沿道に、数多く存在した屋台が姿を消したのに伴って、死後となった。しかし、近年、沿道の商店街を中心に行政が協力し、 その復活に向けた取り組みが行われている。2007年8月26日の中日新聞長官によると、広小路伏見交差点との交差点により、栄交差点まで約800メートル区間を現行の車道4車線から2車線削り、遊歩道を増幅するという市の計画案が掲載された。増幅部には人工河川を流し、 ヒートアイランド現象を防ぐ効果が期待されるが、年中混雑の激しい地域なだけに、近隣道路への影響が懸念されており、現在の計画は凍結状態のままである。毎年10月下旬前後引く翌年1月中旬前後にかけて、中村区の笹島交差点中区の広工事、青井交差点の区間が、イルミネーションで彩られる。本路線のうち、 中村区の笹島交差点柳橋交差点と中区の広小路本町交差点東新町交差点は名古屋市に4カ所ある路上禁煙地区に指定されている名古屋市営地下鉄東山線東山公園駅より東は東山通を参照ウェブ書籍ありがとうございます